県内の新型コロナウイルスの患者数が3週連続で増加しています先週1週間に県内70の定点医療機関から県に報告された新型コロナウイルス患者は321人で前の週より59人多く3週連続で増加しました1医療機関あたりの平均患者数は4.59人で 7週ぶりに4人を上回りました。地区別では多い順に、県南地区が8.50人、県北地区が8人、後藤地区が7.25人となっていて、県内10地区中7地区で前の週より増加しています。年齢別では50代が38人と最も多く、60代が37人、10歳から14歳が36人と続いています。 県環境保健研究センターはマスクの着用や手洗い、換気など基本的な感染対策に努めてほしいとしています。